南米ペルーのアマゾンで超異文化な暮らしを送るシピポ族の村に潜入。徹底取材を行う中、大騒動が起きた。病院のない集落で毒蛇に噛まれたお母さん、一体どうなる？大丈夫ですか？お前も大丈夫なのか？ナス D の大冒険 YouTube 版。この村の取材は今日が最終日。ここの部族はみんな漁する人が多いんじゃない？そうだな、基本漁で生計立ってんな。取れなかったらもう生活に関わるな、うん、だが4時間粘るも小魚4匹しか釣れなかった。一方ナウン君が取っているのはナウン君も思わず笑っちゃう黒さのようだ。今日もホセさんとナウンと漁に行った。ナウンがまたカメラを撮ってくれた。ナウンは言ったことをちゃんと聞く、とてもいい子だ。ナウン君は撮り続ける。上手に撮るんだぞ。ここで魚を目の前に置き、アップでも撮影。いい絵を撮ろうと工夫している。カメラの腕も上がっている。そんなナウン君を見てスタッフはどうしていいのかわからないが、ちゃんと教育が受けられるようになってプロフェッショナルになってもらいたい。一方、真っ黒になったスタッフの体は水を浴びるとこんな変化が。いや、足もなってる。何これ、急に全部黒になってます。紫になってます。今度は偏見の眼差しやな、みんな。そして乾くと今度はでもこうやって見ると黒いねんな。ナウンが撮ってくれてるの。ナウンキャメラマンが撮ってくれてるの。ポッチャンチャチャ。ピカピアルームクルクルル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 ルおい、ちゃんと取れ。20匹とこの時期にしては大量だった。取った魚を運ぶのもナウン君の仕事。さらに妹の面倒も見る。料理中もナウン、カムトピオクナトウノナトウアリネハインクガチュレイナルカムトウクナクナシクチェルカムトウノボションクナタン。なんか仕事頼まれてた。プラッタノでプラッタノ。たくさん取れたバナナをお隣さんにお裾分けした後、急いで帰宅。ナオノコハラタパヤビブワ。シピポ族は料理を作ると必ず分けてくれる。レモンにあるものをかけ。ああ、グラシャス。これ何これ。うん。うん。うまい。うん。砂糖じゃなくて塩なんです。さらにこちらが美味しいと言うと必ずおかわりをくれる。うん、美味しい。うん。酸っぱさがすごい際立ってます。酸っぱさがすごいの、うん、ドーンってきます。より酸っぱさがすごい際立ちますね。フルーツとかっていうより本当食べ物になってますね。そうですね、食事。うん、めちゃくちゃ美味しい。アガルガンタ。うん、ちなみに子供のナウン君には酸っぱいな、この子どうリコリコ絶対に引いたいナウン酸っぱくないの？ち聞いてるけど美味しいという限り
延々とおかわりは続いた。ナウの鶏の味が美味しい。エルタンポック。これ何ですか？鶏のスープよ。この鶏どこから持ってきたんですか？ここよ。娘が飼っていたの。さっきまでいたんですよ。ちょっと悪い気がする。かわいいなとか思って見てたら入っちゃってる。インしてる。これは鶏のスープとは別の飲み物よ。お湯に砂糖ミルクを混ぜ、冷ましたらすりつぶしたバナナを加える。これは食後のジュース。すごく美味しいのよ。Este chakra de gallina. Gallina de chacha. Sopa con arroz mezclado. 魚取れないと思ったから鶏スープ。そうそうそう。ええ、そうよ。ここの鶏は放し飼いで自然の餌を食べているんだ。町で売っている鶏とは違い、ここでしか食べられない味だぞ。おいしい。すごいうまい。鶏だしがすごいですね。すごいです。 100% オーガニックの鶏だしスープ。鶏だしスープですね。行列ができる鶏のラーメンの店。ああもう完全にラーメン のスープです。行列ができるラーメン屋のスープにご飯を入れておじやにして鶏入れた感じ。おいしばゆみ。わからない。わからないってすごい鶏だしのおかゆ、うん、中華街に社天気っていう行列できるおかゆの店があるんですけど、おかゆ専門店。それのおかゆよりもぐらい美味しい。こっちのこの家の料理全部美味しいんですよ。唐辛子を入れても美味しいぞ。食べる？食べたい。ここで絞ったレモンに塩と潰した唐辛子を加える。それをかけて食べてみた。うん、入れない方がいい。絶対入れない方がいい。絶対酸っぱさが強すぎて、せっかく美味しい微妙な味のに、これ入れるとちょっと味が変わる。バランスが崩れちゃってる。崩れちゃった、うん、ファリニャ。ファリニャ、入れるんだ。入れるんです。うん、これは美味しい。味がすごいから味変した。全然違う食べ物だ。トムヤンクになった。全然違う。鶏肉はちょっとね、食べたの覚えてないぐらい一瞬でなくなっちゃいました。ナウ、どてれコミステーション。ノノ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 カルドシボ。すいません、大丈夫。いいいいぜ。あ、いや2杯目もあっという間に平らげた。そして食後のドリンク。わえ、こんなことなんの。砂糖、味噌、牛乳、バナナ。バナナじゃん。これもレシステム。バナナって聞いたらバナナかなっていう気がしますけど、飲んだらオートミール。かわいいな。うちの子になるかい？うちの子になるかい？なんか勉強とかさせてあげたいですよね。こういう村の人が病気とかでね、困ってるのはそう感じちゃいますよね、一緒にいると。どうなんですかね。こうだからちょっと見るべきなんですよ。なんか分けた方がいいのか、それともそれをしちゃいけないのか。そうそうそう、そこは難しいポイントなんですよ。そうですよね。あげるといいか悪い、向こうはものすごく喜ぶ、うん、新しいものとか知らないものとか、まだちょっとお金でもそうだけど欲しいわけ、うんうん、でもそれやったら今度は怠け者になる。みんな外国人見たらもうお金お金の感覚になるから、うん、そうなんですよね。そういうはちょっと、うん、厳しいところですよ、うん、おかわりをし満腹となったが、さらにこんなデザートもくれた。うまい。ハトウキビすごいジューシーなんですよ。ハトウキビは食べたことあるんですよ、沖縄とか。それより全然ジューシーですね。すごい出てくる。おいしい。歯も洗う、うん、これでこれはもう綺麗にしてるね。うん、すごいな。これはめちゃくちゃ美味しい。無限出てくるんですよ。アリを食べるタイプのアリ。ジャングルの中に入ったらもう何億色が変わるから。ジャングル緑じゃない。死んだ動物食っちゃうから。ジャングルの拷問があるぐらいですって。このアリの巣があるじゃないですか、ずっと奥たどると、はい、巣を持ってって、はい、ゲリラの相手の手を突っ込むんですって。そしたらもう何でも話しちゃうよと、ここで
En castellano dicen piro, piro dicen castellano, cavara en chipivo. Anko mitai na shokkan de shou ne, kitto. Namazu desu kedo ne. Kimo toka naizo taberereru n de shou ne. Koko wa furukuru desu. Koitsu wa saikou ni umai zo. Taberu? Tabetai. Onaka ippai no hazu da ga, kotowarazu ni iru to sugu sama chouri kaishi. Kawa made ofuku 10 分 kake 水を汲んできてくれた。この家で作られる料理はどれも絶品である。メリーさんはメリーの家という店を出せばいいのにと思うほど料理が上手。全部炭で作っていることにも驚かされる。こちらはジャングルのオリジナル調味料。そのエキスを玉ねぎに加え香りを出してから魚を投入。シピポ族の最高に美味しい魚料理とは。一方、U字工事も朝食をいただいていた。奥さんは後なんですか？7歳。子供もだって女の子は食べないですね。本当だ。後、魚料理を鍋にかけている間、蛇に噛まれたお母さんの元へ。すると、昨日蛇に噛まれたお母さんは元気だった。よかった。ですね。日本の皆さん。はい、セニョレスデジャポン。中央族の泥染め、有名なんですけど。泥染めなら俺の奥さんがやってるから作り方を見せてあげるよ。彼女は泥染めの名人なんだ。まあ、お前の顔も可愛く染まっているがね。Este es un árbol. なんていう木ですか？ De corteza de caoba. Te les sacamos en corteza. Este es tinte, pues. Ya le va a traer tú, mi señora, ahorita va a traer tú. Ahí está, este don Jorge, ve.Bien rojito queda ese palito. Con el chairo. Este se trae de lejos, desde Egipto. Hay una cocha de saca buzando. Peligroso. Peligroso, boa. Ajá, sí. Anaconda. Ajá. Mi señora ha traído. Ella este... se va a sacar de él, del agua. ¿Ella? Adentro, sí. Cachorro, saca y me. Saca y la cosa. Chichu. Cachorro, no pasa ahí.Anaconda, por eso sacan así, sin hablar, sin hablar. Y se van varios a sacar, no, no de ellos. ¿Tres o cuatro? Tres o cuatro. Este primero queda este, ¿ves? Después le echamos este con barro. Ah, con la mano, pues hasta acá nomás le pinta, ¿ves? No pasar hasta acá, sino con este cepillo. これが木で作った色、こっちが泥。ピンボニット。教えないんですか？教えないさ。自分で見て学ぶんだ。シピポ族の女性はこの泥染めのうまさがステータスとされ、自分が気に入った泥がある場所は他の女性には秘密にするという。昔のデザインこれ、本当のシピポのデザインはこれ、今はちょっと変わってる。今もカリフルになっちゃう。これもだからデザインが違う。シピポ族ってどのくらい時間かかるんですか？ダークネス。これ売ってるんですか？セータイミVende su artesana. Primero se van allá, San Francisco. ¿Ure lo tosame si no hay esto? No. ¿Por qué crees? 50. ¿Shoubai no hanashi de kao tsuki ga kawatta? 30. 30 haces. Este, natural. Natural es esto. 130 sol ってすごい高くなりますけど、3つで3,900円。4,000円ぐらい。助かるのかな、30歳。いや、助かるじゃないですか。助かる。そう。めっちゃ助かってるんですよ。今時期は白素が大きい。助かるんですか。ああ、寝てたやん、今の。さらに。30。うん、こう2つは。40の50。2つで50。こっちは。Igual, 30. それはいくら？Este 20 nomás, tu chico. Ya, 50. Sí, sí. Ya. Este ya voy, 30 o 20. 10. 10.
Sí, no, sí, los dos sí. En 50, pero está en 100. Ah, ya, ah, ya. Sí, sí, sí. Ah, ya, ah, ya. 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 Poco llegan turistas, por eso es así. San Francisco ya son ciudades, ya pues. どっちがいいと思います。No, acá es mejor, mucho mejor. ここでもっと原始の生活をする村について聞くと。Voy a nativa. Sí, conozco por ahí familias. Hay que hablar con la gente de ahí al día. Con las autoridades. Robo es mucho mejor. Muy cara de matar, cara. José さんからさらに原始的な生活を送る村、ロボヤナティバのことを教えてもらった。とここで先ほど煮込んでいた魚料理ができた。カレーライスみたいなのって魚のスープ、すげえ豪華。あんな料理見たことない。結構入れるな。頭一匹入っちゃって。なんていう料理ですか？ピロ、スダドでピロ、煮たピロ、ピロ煮。よくある料理ですか？スープ、このスープ。うわ、うまい。すごいあっさりで美味しい。じゃあいただきます。何なんじゃ、全然なんか食べたことないじゃん。すると興奮したからか真っ黒な顔の色が変わってきた。うまい。うん、うわ、すげえ美味しい。全然臭みがない。あんこみたいな味なの。あんこはそんな食べたことないんですけど、もつみたいな。これ何ですか、これ魚。Naun, camarógrafo. Camarógrafo, camarógrafo Naun.完全に牛すじ。牛すじがこんなドーンって、こんな大きい牛すじがドーンって入ってる。魚風味の牛すじ 200% の味です。ドーンってきますね。すごい強い味が。あの、全然美味しい。なんだか紫色になってきたぞ。牛すじ煮込みかけご飯の生存版。これヒゲの部分、ほら、あの生存のヒゲの。丸いかな。丸いかな。美味しい。パスカルのラサルバ。なんて言ったんですか。魚美味しいよね。僕ら今日でもう3日目じゃないですか。この村来てお世話になって今日出るんですけども、ご迷惑じゃなかったですか。なあ、まあ大丈夫。誰見通した。今だらみるもですか。さあ、ビエン。どうぞ、どうぞ、ビエン、ビエン、ビエン。ナフンは？ノ。ノ。ノ。楽しかったです、すごく。Alegre, medio triste también. Se va. また来ます。あ、いやいや。うん、真裏にいるから。Gente Japón。ここで U 字工事チームのスタッフと合流。アフリカン？アフリカン？ノー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 。ハポン。真っ黒スタッフを見た U 字工事の反応は後ほど。シピポ族はアワフン族と違って優しい人が多い。気性が激しくないというか、好戦的ではないのだ。いつも笑っていて優しい。というのも、川沿いの村のため、昔から外国人との交流が多いためだと思われる。そのため失っていることも多いし、残っているものも多い。みんなが幸せになれる方法はないのかとも思った。だが僕はアワフン族も大好きだ。襲撃されたが、あの気高さや、あの豊かな感情や表情も美しい。今部族の人たちは時代の急激な変化の中、取り残されているのではなく、戸惑いながらも確実に変化していっている。それがいいのか悪いのかではなく、確実に変化しなければいけない状況なのだ。その真っ只中、僕らは取材をさせていただいている。それを記録することしか我々にはできないのだ。
また必ずこの町に来たいと思った。追伸、帰り際にシピボ族伝統の泥染めを買った。出来上がっているものを全部買おうと思ったら、出来上がっていないものも買う羽目になった。全然作りさしですけど、素晴らしい歴史と文化と伝統の詰まった泥染めだ。全部で6,900円、一泊三食付きの宿で泊めていただいたと思えば随分安いと思う。たくさんもらったので生意気ながら視聴者プレゼントにさせていただきたい。物や値段ではなく、その思いを受け取ってもらえたら嬉しい。ちゃんと自腹で購入したものなのでしょぼいと思わず、いにしえのロマン詰まる泥染めを受け取っていただきたい。グラシアス。うちやばくないですか。いややばくない、落ちますそれ。やべえっすよ。どうでした。いやすげえよくしてくれて、いろいろ助かってくれて、あの前のあっちのね、阿波君とはやっぱり阿波君とかもみんないい人だったけど、そういう攻撃的な感じじゃなくて穏やかで友好的に受け入れてくれますね。あの後調べたら戦闘民族ってこの阿波君、シャール、シャール、カンドシって4つなんですよ。はい、でここの引きとはやっぱここに入ってない。そんなに攻撃的でな。こいつなんか笑っちゃう。いろいろあったが、ここに来れて幸せだと思った。Gracias. Ya, ya vuelva. Gracias. その後一行はプカルパを出発し、いよいよアマゾンの玄関口イキトスへ船で向かう。どこだ。この先はなんと先住民多発地帯。ちなみにこの船も日本のテレビ初潜入。なんですかこの空間。しかしここで早くもトラブルが。お前怪しすぎるな。パスポートを見せろ。なんだこれ、黒くないぞ。別人だろ。スペイン語は話せるのか。怪しまれてる。そこの黒いのちょっと来い。写真と全然違うじゃないか。お前は一体何人なんだ。疑われてる。さあ大冒険の始まりだ。